こんにちはヨガ講師のです今回は覚醒している人の身体的特徴についてお話をしたいと思いますもしあなたがこれに該当していたらあなたは間違いなくこれから覚醒しますで今世界中で行われるようになった体を動かすヨガは旗ヨガと言いますで今やこの「はたヨガ」体を鍛えるためだったり体を整えるために行われていますがもともとこの「はたヨガ」というものはそういうものではなかったんですでそんな これまではよくかからなかったそんな伝統的な旗用画についてはここ数年ものすごく研究がね進んだんですでもともとねそんな伝統的な旗用画については僕がいつもお世話になっているヨガ画の大研究家伊藤武さんが長年にわたって研究していましたでねそんな伝統的な旗用ガイギリスのロンドン大学で 2015年から2020年にかけて「幡用ガプロジェクト」というものが立ち上げられて世界的に権威のある大学の教授たちがチームを組んでそんな伝統的な幡ガ画徹底的に研究されたんですこの幡用ガプロジェクトの、ね、メンバーにはですよあのオックスフォード大学の教授がアドバイザーとして参加してるんですこれすごくないですかこののプロジェクトにによよる研究によってがというものは元々は 自分の魂を肉体から離脱させる幽体離脱することによって悟りに至るつまり幽体離脱することによって覚醒するそんなテクニックだったということが学術的にはっきりと解明されたんですこれはね僕はものすごく画期的なことだと思いますもう時代がそんな時代になったんだという風にね 僕はね本当にもう感動してますよだってヨーガというものがですよそんな神聖なスピリチュアルなもの幽体離脱でするのってすごくないですかそれが学術的に認められたということですからだからねヨーガの教えでは覚醒している人というのは自由に幽体離脱することができる人ということになるわけなんです。 ちなみに僕自身も自由自在ではないし、しかも瞑想だとかヨガをしていた時ではないのですが、過去に何度か幽体離脱したことがあります。皆さんね、幽体離脱ってこんなイメージじゃないですか幽体離脱みたいなね。自分の魂がふわーっとなんか肉体から浮き上がるみたいなイメージじゃないですか違いますよ。もうリアルなね、幽体離脱こんなもんじゃないですからね。僕が実際に体験した幽体離脱は、 ジェットコースターの何百倍ものスピードであっという間に遥か彼方に飛ばされていきましたからねもうめちゃめちゃ怖かったですいやこれ何回か同じ経験してますからねもう優待離脱マジで怖いです僕はまだ達成していないのですがヨーガの修行によってヨーガだとか瞑想で優待離脱することができるようになったら必ず頭のてっぺんから優待離脱するんです で僕はねそれを目指して毎日一生懸命ねヨーガの修行に励んでいますなので僕の師匠の師匠である本山浩さんによるとヨーガの修行で幽体離脱自由自在にできるようになったヨーガの行者はね必ず頭のてっぺんが盛り上がって頭のてっぺんが尖っているんだそうです皆さんぜひちょっと頭のてっぺん触ってみて確かめてみてくださいでもしねあれ今まで気づかなかったんだけど触ってみたらなんか頭のてっぺん盛り上がってるなんか頭のてっぺん尖ってる そういう人はね、エネルギーが上昇している証拠ですよ。もう、ゆうたゆうたするかもしれませんからね。もう覚醒が間近です。で、ちなみにね、僕はこの話を知った時、もう数年前でしたけど、頭のてっぺん触ってみたんですけど、全く平らでしたね。もう全然平らでした。ところがね、その後何年も毎日ね、瞑想を続けているうちに、で、今になってみると、ここ触ってみるとね、なんかね、出っ張ってきてるんですよね。 いやこれ自分だけ勘違いかなと思ってかみさんにも触ってもらったら「あらあなたなんかここ出っ張ってるじゃない」っていうふうに言われたんでなんか出っ張っ張ててきてるみたいですねで前回の動画でもお話しした通りこり眉間のね第三の目に集中してる瞑想しているうちにこの真ん中じゃなくてねなんかこの辺ずれてるところなんですけどここが異常に盛り上がってきてますからね。いや これらはですよ、病気の可能性もありますからね。変な仕様ができそうかもしれませんからね。一方で、ヨーガの大研究家、伊藤武さんによると、自由自在に優待離脱することができるようになった人は、頭のてっぺんが柔らかくなるんだそうです。まるでね、 赤ちゃんの頭のように柔らかくなってペコ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 するんだそうですよ赤ちゃんの頭柔らかいのありますよねペコペコしてるとこありますよねだからねインドのヨーガの行者たち修行が進んで幽体離脱自由自在にできるようになった人必ずね大専門頭のてっぺんがペコペコしてるんだそうですよこれねうちの娘が赤ちゃんの時もねこの大専門のとこペコ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 してるのものすごく気になってね 思わず親指グッと突っ込みたくなりましたけど絶対やったらダメですよね。だから僕がもしねヨーガの修行が進んでここをペコペコしだしたら多分自分でね親指グッと突っ込んじゃうと思いますよ。どうなっちゃうんでしょうかね ヨガや瞑想を続けているうちにエネルギーが高まってエネルギーが上昇したり波動が高まることによって必ずね頭のてっぺんに異変が起きますよこれぜひ覚えておいてくださいただから瞑想だとかヨガをね一生懸命やってる人ぜひ時々自分のね頭のてっぺんチェックしてみてください何か異変を感じたらそれはあなたのねヨガだとか瞑想の励みになると思いますからね時々ぜひチェックしてみてくださいじゃあ一体 どんなことをしたら自分のエネルギーが上昇して体離脱すつぐらいまでに波動が高まったりエネルギーが上昇するのか覚醒することができるのかですこの今日紹介しました「ハタヨガプロジェクト」ではもうハタヨガに関係するーガの経典についてはもう徹底的に研究され尽くしましたでその研究結果については この本に詳しくまとめられています。これ英語の本なんですけども、ルーツオブヨガと言います。で、この本すごいんですよ、本当に。この本にはね、今まで世の中ではあまり知られていなかった。ハタヨガのさまざまな経典。ここにこんなことが書いてあるよ。こんな行法書いてある。もう詳しく出ています。だこの本を見るとね。その幽体離脱するために。ヨガの行者たちはどんなことをやったのか。もう詳しくわかります。 そこからこの本の中からねそんなヨガのテクニックを一つ紹介しますではねやり方を紹介します頭の少し上のところにこの辺にねエネルギーの塊をイメージしますそしてこのエネルギーの塊は例えば太陽の光だとかここに書いてあるようなシバシンだとかブッダだとか何でもいいです 神神様のののよううななももももがこここにいいいると思ってでいいですすれは聖僕は太陽が一番イメージしやすいんじゃないかと思いますそしてへそとこの頭の上のエネルギーの塊をこうイメージでつなぎますで息を吸う時へそからこの頭の上のエネルギーの塊まで息を吸いますで息を吐くときはこのエネルギーの塊からへそに息を戻します吸います吐きます 吸います、吐きます、これを繰り返します。で最初は、こうゆっくりね。吸う、吐く、吸う、吐くぐらいのやつをだんだん吸。吸う、吐く、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 吸吐だん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 早くしていきます。あんまり早くしすぎて、続けすぎちゃうと。もうちょっと頭ぼーっとしちゃったり、危険ですから。 ゆっっくくり様子見ながらやててみてくださいこれをしばらく続けますでしばらく続けた後は最後は息を吸い上げて息を吸った息がねこの頭の少し上のエネルギーの塊で一つになったらあとはここ頭の少し上のところにひたすら集中を続けます集中するの難しい人はここでね 息を吸って、息を吐いて、と思っているうちに、だんだんエネルギーをここまで、ね、上昇したような感じに、だんだん、だんだんなってきます。ぜひ試してみてください。でこのね、ここの高さは、一応、この幅。自分で親指と小指をね、ぐるっと広げたら、ここ、ここらしいです。これ,これはどういう意味かというと、自分のね。指の幅が十二本分、十二四幅という風に、ヨガの経典に書いてありますので、一応、これを目安にして。 ややっっってててみくくださいあと、ね、背骨はやっぱり真っ直ぐにしてるのがすごく大切ですぜひやってみてみくださいねでこういうことを少しずつやっていくことによって必ず今まで経験したことないこと感じたことのないようなことエネルギーを感じることがだん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 ,だんできるようになってきますもう楽しんでやってみてみくださいそしてこれ前回と同じようになんかちょっとでも何か怖いなっていうようなことが起きたらもうすぐやめてくださいね。 これだけは約束してください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オムシャンティ。